まず変えたので電車乗ります。ナイスクリエイティブです。ミョンドンからこちらサモンガ口まで行って六号線に乗り換えます。発見しました、アウトドアショップホライアン、早速入ってみたいと思います。開店が12時からだったのでちょっと先にご飯を食べようと思います。があります。ちょっと行ってみようと思います。南山タワーが見えます。はい、じゃあちょっと
イテウォンの方まで歩いて行ってみようと思います。イテウォンクラスめっちゃ好きで、テレビの画面でしか見たことないところを実際目で見るとすごい不思議な感じがしましたほんまに実在しました。いや夜も綺麗みたいなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。今日はめちゃくちゃ歩いたから、一回ホテルに帰ろうかなと思います。はい、ちょっと今回泊まってるホテルのお部屋の紹介をしたいと思います。扉が入ってすぐに、カードキー差し込んで電気がつきます。で、ほんとすぐそこに、ここ、はい、こちらトイレと、シャワー、ほんとにシャワーだけなんですけども、こちら、この手で持って使うタイプのシャワーと、このめちゃめちゃ大きいザーッと出るシャワー2種類あります。まあ、水圧も強くもなく弱くもなくちょうどいいかと思います。で、シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーあります。ここをキューって押すとから出てくるんですよね。押すと出てくるタイプ。これはもう使いやすかったです。で、そのすぐ横に洗面台があって、ここに差し込みが。ヘアドライヤーで、化粧水とメイク落としのシートとで、乳液で、ボディタオル、スポンジ、体洗うスポンジで、この綿棒とコットンのセット、歯ブラシのセットがあります。この歯ブラシ結構いいんですよね。韓国の歯ブラシ結構洗うとこががっつり太くてすごい洗いやすいやつなんです。で、歯磨き粉が使い捨てタイプになってます。ここにいいですよね。こんな感じで、すごい清潔感があっていいですよね。でも脱ぎ履きはちょっとやっぱりしづらいですよね。
Wi-Fi ルーターがあったり、ここにティッシュがあったり、ティファールみたいなポットのコップと、これ、はい、緑茶かな、お茶パックで、コーヒーバッグ2つずつ用意されてます。水も冷蔵庫に初め2本入ってました。で、今日出かけてる間にまた2本補充されてたので、毎日2本用意してくれるんだと思います。テーブルがあって椅子があって、このベッドの横のこのパネルで、タッチパネルで電気消せたりとか、いろんな操作ができます。で、これも暖房の温度を上げたり下げたり、包丁を変えれるとかあります。で、ここの電気はここでつまみがあるんで明るさが調整できます。あんまりなんか微妙なところで止めたら点滅が、ここミョンドンのメインストリート通りなので、外がすぐミョンドンです。そこにオリーブヤングがあったり、立地は結構便利なホテルだと思います。今回泊まってるホテルは相鉄フレッサインソウルミョンドン、3泊するんですけど、3回分のお食事券がついてて、なんか朝食券みたいな感じやけど、あのお店が空いてる時間やったらいつでも行けるっていう。で、お店は4店舗から選べて、私は1日目夕食チケットとして使ったんですけど、そういう使い方もできてすごいお得感がありました。あのチェックインの時に機械でチェックインするんですけど、その時にわざわざロビーの受付の方が来てくださって、一緒に操作してくれたんでスムーズに行きました。なので安心して使えるホテルだと思います。ぜひぜひ、綺麗なホテルなんで試してみてはいかがでしょうか。感じでどうでしょうか。初めてのホテル紹介でした。はい。じゃあ、はい、おはようございます。3日目、ソウル3日目の朝です。今日の朝ごはんはアーモンドクロワッサン。こちらアーモンドクロワッサンと、もっとアメリカ、サイズ感がめっちゃでかい。はい、じゃあ今から、また地下鉄でミョンドン駅からヨイドナル駅というところに行きます。地下鉄が一番安いかな。では出発。
ンガン。めっちゃいい。なんかずっと眺めてたい。なんか遠くに南山タワー見えるし、景色がほんまにいいです。いいところです。ぜひ来てみてください。よいどなる駅と思ってたらよいなる駅でした。よいなる駅、2番出口かな、3番出口出てすぐに、あの I soul you っていうのが見えます。ぜひぜひ来てみてください。今からちょっと行きたかったデパートに行こうと思います。レッツゴー。さんに教えていただいたマイギアというアウトドアショップに来ました。チュンロオガ駅から徒歩5分ぐらいかな。6番出口から出ると一番近いです。じゃあ早速入ってみたいと思います。How you move and what you do has made me so
3泊4日だったんですけど、あっという間に過ぎて、やりたいこと、あと行きたいところがもっともっと増えた旅になりました。また近々遊びに行けたらなと思います。まだまだ一人でこう通りながらっていうのは難しかったんですけど、いかがでしたでしょうか。よかったらまた韓国の情報いろいろ教えてください。コメント欄へよろしくお願いします。初めての一人旅 in ソウル、ファイティアオチャンネル、ママでした。